のハウスまでやってきました。先生、ここではどんな研究されてますか？ここはですね、はい、見て分かるようにトマトの研究をしてまして、でこちら見ていただきたいんですけど、こちら見えますかね？見えますかね、こちら砂なんですけど、はい、砂を使った有益栽培の研究をしています、はい。でどうやったら砂を使ってトマトがよく育つかっていうことをやってるのと、はい、あとここを見ていただくと分かるんですけど、あちら一番向こうの方ですね、はい、見えますかね、一番奥色が薄くなってて、はい、もうかなり黄色っぽく白っぽくなってるんですけど、いうトマトになってます。真ん中のあたりはまだ色が残ってて、あ、確かに元気そうな感じしますよね。でこちら、まあ、その中間で、はい、少し抜けたような感じになってるんですけど、この最後砂の中の養分をどうやったら一番よく吸収するかということで、はい、この黄色くなってるのは窒素という栄養分を切ってるっていうか少なくしてるんですけど、はい、もうそうすることによってどういう影響が出るかっていうのを今ここで調べてるんですけど、まあ、そういうようないろいろこう、調整をして、この砂を使うトマトをどうやったらよくできるかっていうのを、でこれ実は企業さんとの共同研究で今やってるんですけど、まあ、企業さんと一緒にこれを研究しています。トマト一つ一つにこうラベルも貼ってありますよね。そうですね、これは4年生の学生さんが、はい、世話をしてやってるんですけど、じゃあ学生さんの一日としてはここに来てお世話をしながら、はい、そうですね、やはり朝来て枯れてると大変なんで、はい、朝管理をして、まあ、こういうお世話をして、また夕方また帰る前に見てお世話をして、で日中はこういう取ったトマトを分析するとかいうようなことで大体一日が回ってて、まあ、その間で勉強したりとか、まあ、論文書いたりとかデータをまとめたりとかいうことが大体4年生とか院生の、まあ、生活スタイルになるかなと思います。食品関係とかが多いんですか、就職先？そうですね、まあ、食品関係とかと農業関係とかですね、農学部を見てみ見ますと、はい、まあ、共生バイオサイエンス学科なんかだと、まあ、種子会社とか、あと食料品会社とか、はい、あとは農業をする企業さんも最近増えてきてるので、まあ、そういうとこ行ったりとか、あと資材メーカーさんとか、あとはやはり公務員になる人とかも結構います。あ、結構幅がじゃああるんですね、食品メーカーだけとかではなく。はい、でまあ、全く違う業種に行かれる方も当然いますし、まあそれはやはり農学部で総合的な学問を学んで、考える力とかそういうのがつけば、まあ、違う業種に行っても適応できるかなというふうに思っています。あ、そうですね、静岡大学は、はい、ここにありますように実際ハウスとか作物を手に触れてできる研究ができる大学なので、まあ、こういうのに興味ある方はぜひ来てください。ラボだけでの研究でなくて、まあ、実際これを育てて、ね、食べることもできますので、君たちの将来のためになると思います。まあ、ぜひ静岡大学よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらお花のところまで来ました。今ここでは何を育てていらっしゃるんですか？これはガーベラです。ガーベラ、ガーベラの何を今研究されてるんですか？今ガーベラの葉っぱの光合成を測定しています。はい、まさに測定中ということで、はい、簡単にこの装置説明してもらってもいいですかね？はい、この装置 の、はい、四角い箱の中に、はい、光や CO2、まあ、空気、環境を、制御しまして、植物が今光合成をどれぐらいしているかっていうのを測定することができるようになっています。研究してて一番楽しいなと思うこととか何かありますか？やっぱ1年通して計測していかないとならないので、それをまとめた時にこう思うような結果が出ればそれなりに嬉しいですけど、それだけではないことが多いです。ああ、そうなんですね。の生活どうですか？学生の頃とか学部生の頃と比べて。研究主体の生活にはなそうなんですね。まあ植物とかと向き合いながら毎日過ごしてます。はい、これからの目標とかがあれば最後に今後の目標。そうですね、やっぱりこうやって測定した僕たちの結果が実際の農家さんとかに使われて、少しでもより良い栽培ができるようになればなと思っています。ありがとうございます。